はい、皆さんこんにちは。自然菜園ライフスタイルチャンネルの竹内です。はい、今日はですね、緑肥ミックスについてちょっとご紹介しようと思います。じゃあ畑の方で緑肥について見ていこうと思います。自然菜園といえば緑肥ミックスが最近じわじわと人気が出ているということなので、畑として5、6年経った緑肥ミックスのある畑を紹介していこうと思います。実はですね、ここ通路80センチ畝の間1メーター20の自然菜園の畝なんですけども、この畝方のところに生えているこの草草が緑肥ミックスです。今生えてるのはですね、多分イネ科のオーチャード、イタリアンライグラスと、あとここにクリムソンクローバーみたいなものが生えてるので、どうも去年巻き足したやつだと思いますね。自然菜園の緑肥ミックスは何のためにやってるかというとですね、通常通路ってガチガチになりやすいんですね。ですので雨が降ると水たまりができやすい。そうなると水たまりができるってことは根腐れを起こしている、もしくはカチカチで根っこが張れない場所なんですね。ところが、もし畑がこの大きさのプランターだとしたら、さらに根っこが張ることができる通路がふかふかだったらどう思いますか？もしくは畑に虫さんが飛んできた時に、例えばアブラムシが飛んできます。そして畑に行くのとアブラムシが飛んできます。そうすると緑肥ミックスにアブラムシを見つけたテントウムシが来ます。そうするとテントウムシさんと一緒に畑にアブラムシが行くって形になるので、実はこの緑肥ミックス、別名畑のオアシスっていう形でですね、ここは踏まないし、たまに草を刈ってあげる程度なので、常に緑がありますね。ですのでここで害虫さんを食べてくれる害虫さん、つまり益虫さんが生きていたり、もしくは通路の両脇に草が生えているので、ここの通路は表面は確かに硬いかもしれませんけども、このイネ科の緑肥によって耕されて、そしてこのマメ科の緑肥によって窒素を固定されて、またイネ科がよく育つっていう形で、好循環で畑の森がオアシスがすくすくと育ってくれるような形ですね。ですので自然菜園ではずっとなきゃいけないわけじゃないんですけど、も初めからいい草が生えない、もしくは通路が硬くなりやすい市民農園でどうしても草を生やせられないっていう要望というか、僕自身がなかなか自然できなかった時に、そうか、緑肥というものを撒いていろいろやってみたんですね。その結果、この80センチの通路の場合、この両脇に1列ずつ緑肥の種を撒いたらどうかっていう形を試行錯誤した結果、生まれたのはこの緑肥ミックスです。今日はこの緑肥ミックス、やっぱり踏んじゃったり、もしくは枯れちゃったりっていう形で剥げちゃうところがあるんですね。その剥げちゃう場所に巻き足すっていうことを、簡単バージョンをご紹介しようと思います。じゃあ実際にあちらで見てみたいと思います。はい、じゃあこれから緑肥ミックスの巻き足しっていうことをやっていこうと思います。今鶴信種苗さんで緑肥ミックスって形で2パターン売ってます。この畑は自分の畑なので毎年生えてきて構わないので、レギュラーっていうものを巻こうと思ってます。もし貸し農園の場合だと、毎年草が生えてすると次の利用者がすごく大変なので、そういった方は市民農園用という形で1年草だけのミックスにしてください。今日はここ見てください。ここね、剥げちゃったんですね。多分アスパラとかを収穫するときにここ踏んでしまった、もしくは雨が降らなくて枯れてしまった、もしくは草を刈りすぎてしまったってところが、ここ枯れてしまったので、ここに種を巻き足すってことをしていこうと思います。で、この10円ハゲがちょっと長い場合には、前舞台さんがねやってくれたような、溝を掘って種を巻いて土をかぶせるってことをやればいいんですけども、これぐらいのスペースの場合は非常に簡単です。何をするかっていうと、ちょっと剥げたところの土、今ここもみ殻が入ってあったので、それをちょっとどかしてあげて、でそこにこの緑肥ミックスをパラパラとふりかけのようにかけてもらってですね、で土をかけたいので、どこか畝とかの、ここはアスパラの畝なのでアスパラ折らないように掘っていただくと、表面のいい土があるのでね、この土をこういう形で種が隠れる程度、隠れる程度ね。でこれをこういう風な形でしっかり押さえてあげます。はい、これで以上です。緑肥ミックスの種をまいて土をかぶせたら、1回だけ手で押さえるか踏むかして鎮圧して土と種をくっつけてください。それ以降は成長して発芽してきた時とか、もしくは収穫する時とか踏まないようにしていただければいいので、最初で最後の踏みですね、鎮圧をして、あとは待つばかりです。ちょうど2週間かな、2週間前にまいた緑肥ミックスの追い巻きがありますので、その追い巻きを見てみましょう。はい、じゃあ2週間経った種を見ていこうと思います。
はい、剥げてしまった場所にツンツンとしたイネ科、多分エンバクさん、これがイタリアライグラスさん、この丸い小さいのが赤クローバーで、この大きい方がクリムソンクローバー、要するに丸い葉っぱがクローバー類ですね。これが見事に生えてきてます。で、最初これで踏んでしまったり刈ってしまうとすぐ消えてしまうので、一番最初に草を刈るとき、緑肥ミックスを草マルチとして利用するときはルールがあります。一番最初にエンバクかクリムソンクローバーが花を咲かせます。その花が咲いたら蓋15センチ残して刈っていただくと、何回か草を刈って使うことができ、その15センチ残したところで赤クローバー、そしてオーチャードとか来年からまた生えてくる草が育ってくれるので、そんなような形で可愛く育ててあげてください。はい、こんな形で自然菜園を始めるときにいきなりいい草が生えない、もしくは通路が硬くなりやすい、そういった畑、もしくは草マルチがたっぷりしたいという方は、ぜひ緑肥ミックスを通路の脇、もしくは通路の真ん中の邪魔にならないところに撒いていただいて、野菜と一緒に育ててみてください。以上です。